こんにちは、路地裏 TV です。今ですね、銀閣寺エリア、哲学の道でございます。ザ・京都、ザ・観光地ですね。で、今日はですね、なぜこんなとこ来てるかっていうと、久しぶりにカレーをね、ご紹介したいと思ってまして、カレー行くのいつぶりかな、かなり久しぶりですね。ここのね、カレー屋さんはね、ソムリエの方がオープンされたお店で、ちょっとね、普通のカレーと違うんと、一味ね、面白いんでね、ご紹介させていただきます。で、場所はね、この哲学の道にあります、こちらですね、融合カレーさんです。テラス席もある、今日お天気いいんでね、テラスでいただこうかな。じゃあメニューね、見ていきます。一番の名物はこのビーフカレーの融合カレーというカレーですね。で、カツカレー、スパイシーキーマカレー、これ女性にすごい人気らしいんですけど、ホワイトソースのカレードリアとかもあります。で、今回はね、ちょっとボリューミーに合いがけ、これ融合カレーとスパイシーキーマの温玉付きです。さらにトッピングでとんかつをオンしたいと思います。はい、ということでテラス席ね、ちょっといいじゃないですか。隣に川が流れてるんですけど、ね、ちょっとこれから冬なんですけど、春秋はね、いいと思いますよ。春、特にこの哲学の道は桜のね、名所ですからね、最高だと思いますね。このね、福神漬けめっちゃいい色してないですか。クラシックタイプですね、昔ながらのこう福神漬けですね。来ました。これね、ちょっとカレーもご紹介するんですけど、このミニサラダ、これがね、ついてるのが嬉しいですよ。普通にプラス料金じゃなくて、普通にこれね、ミニサラダついてくるんですよ。こちらがビーフカレーの融合カレーですね。そしてキーマカレーに温玉トッピング、そしてトッピングでつけたカツ、すごいパンチで、サラダですね。融合カレーはね、とろみも程よい感じです。で、もうビーフがね、とろとろになるまで煮込まれてるんで、これがね、旨味をね、出しとるんですよ。で、こちらのキーマはね、スパイシーなんですけど、このうわー、温玉がまろやかにしてくれますと。すごいんですよ、種類が豊富で、ちょっとおまけで適当に作ったサラダじゃなくて、ちゃんと作ってるサラダですね。ドレッシングもうまい。レタス、パプリカ、キュウリ、5種類以上は入ってますね。オニオンフライがいいわ、まずは融合カレーからね。すごっ。ちょっと待って、このビジュアル最高やな。もうビーフがゴロゴロ入ってないんですよ。もう全部溶けてるんですけど、しっかりビーフなんですよね。で、ちょっとフルーティー、最初甘みがあって、後から辛くなってきます。多分ね、日本人みんな好きですよ、このカレーは。スパイスカレーとかだと、その配合によってね、好みが分かれると思うんですよ。ここのスパイスカレーは好きやけど、私ここのスパイスカレーはちょっときつすぎるとか。でもこれはね、みんな好きやと思う。辛いのが苦手な私でもいける辛さ。ちょっと辛いですよ、ちょっと辛いですけど、このぐらいの辛さなら全然いけますね。
てはカツを。あ、カツうまい。あの衣がねザクッと力強い、ちょっと粗めですね。うわ、これ融合カレーにカツで牛と豚が融合してる。口の中で融合してる。融合カレーとご飯だけで十分なんで、もうカツはね贅沢すぎるかも。でも200円でこの贅沢感味わえるんだったらつけちゃうか。つけちゃうっすね。次はキーマカレーいきますか。キーマカレー、うわっす。キーマカレーの方がスパイシー、うん、これやっぱりね卵のせてる意味が分かりましたわ。ちょっとスパイシーな尖ってるキーマカレーをこうすごいまろやかに包み込んでて、すごいカレーと卵が融合してます。うまそう。この合いがけ1100円にかつトッピングで200円やから1300円か。贅沢な時間、幸せやな。融合カレーのねとスパイシーカレーのやんわりした後から来る辛さがちょっとずつ蓄積されてきて温まってきます、うん、体が。融合カレーね、いわゆる欧風のビーフカレーにちょっとスパイスを効かせてる感じかな。スパイス8種類使ってるそうなんですけど、しっかり効いてますねスパイスも。やっぱり元ソムリエの方がやってるんで、やっぱ味覚のね繊細さがやっぱすごいんでしょうね。うまく、コクもある、うん、まろやかさもある、うん、そして僕カレー屋さんってすごい重きを置いていることがあって、ルーとご飯の配分なんですよ。ルーが少ないお店たまにあるんですよカレー屋さんで。でご飯だけ最後余りそうになって、無理してご飯とルーの配分を崩してご飯多めに食べるみたいな、たまにあるんですけど、それ嫌なんですよ。ここの融合カレーさんはその逆、ルーがたっぷりある、ちょっとご飯が最後足りひんぐらいですかね、うん、ペース配分とかを考えなくて普通に純粋にこうカレーを美味しく楽しめますね。これ私的にはポイント高いんですよ。ボリュームもある。お腹膨れてきた。やばい、腹パン。最後ちょっとこのルーだけ残る。ご飯を全部食べ終えてもまだルーに余裕がある。これ大事なんですよ。プラス100円で大盛りにできるらしいんですけど、もう十分お腹いっぱいになったな。朝食の人やったら食べきれないかも、トッピングつけたら。はい、ということで、シンプルながらもねこだわりの詰まった融合カレー最高でしたと思って帰ろうと思ったんですけど、なんと食後ドリンク半額。このもう銀閣寺エリアのもうドイトーチですよ、ここはね。ここずっと哲学の道ですわ、ずっとね。桜綺麗ですよ桜。ぜひね京都にお越しの方はねぜひ来てください。このエリアちょっと東山清水とかから離れてますけどね、なかなかいいお店多いんですよこの辺も。僕も好きなお店ね、結構お麺さんとかね、うどんのね、うん、ああいやいや、今日でもまだマシですね、ね。いい場所ですよ ね、 そうですね。ここは週末はさすがにすごい人で、あ、今紅葉シーズンですし多そうですね。初めてカレーが売り切れる事態が起こりまして、観光の方でもカレー食べあるんですね。食べますね。なんかね、米が食べたいっていう方は結構あります。そういうことか。写真に近く撮られてずーっと並べて4時ぐらいで話をしますか。ありがたいことです。すごいな、昼下がりのテラス席、哲学の道でコーヒー最高。も
お昼から仕事する気なくなってきました。今日はあと2本ぐらい取りに行こうと思ってるんですけどね。やる気なくなってきたな。ごちそうさまでした。いやー、うますでしたね、融合カレーさんね。私の好き系なコクマロのね、しっかりとした旨味のあるカレーでした。まあ、近くコインパークとかもいろいろあるんでね、車も止めやすいですし、気になる方はぜひ行ってみてください。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。どうも。